プラネットアルファというゲームをやります。割と、なんだろう、横スクロールで死にゲーらしいんですよね。ただ、グラフィックスがポップな感じですね。音楽はちょっとね、暗いというか、静かな、シリアスな感じです。 Y ボタン。急に来た。なんか足を怪我してるのか分かんないけど、移動が遅い。違う星に来てしまったのかな。なんだ？ 落ちたの今。今落ちたっぽいね。やっぱ死にゲーってこういうこと？今死んだわけじゃないよな。場面が変わりましたけど、シーンがね。エイドリアン・レイザー。ティム・ロイ・スカフツ。これなんだっけ？デンマークだっけ？北欧のどっかですよね、きっと。まあヨーロッパの方ですよね、の言語だっていうのはわかりますけど。歩き続けている。なんだか岩のようだけど、何かの構造物のようなものがたくさんある。生き物が上に。力尽きちゃった。尽きちゃったっていうか、もう歩けない。洞窟から光が。ここはどこ？連れてこられたのか。あ、元気が出て走れるようになりましたね。B ボタンでジャンプ。結構高くジャンプできるね。Y でしゃがむ。X 何もない。えい。これ普通に着地できた。よいしょ。あんまり落下ダメージあるのかな？ダメージというか、淡い。着地すると、高いところから着地すると死んじゃうとか、あるかもしれない。急に鮮やかな星の姿が見えてきました。得体の知れない巨大な生き物。ジャンプできるのかな。よっしょ。あ、いけたいけた。よいしょ。危ない。登れるね。壁登りもいけるんだ。あれ大丈夫かな。不安だけど。奥の生き物。大丈夫そう。でかいですね。恐竜みたい。基本的にでかい、みんな。この壁は登れない。さっきは植物のツタを掴んでいったのが、あ、Y で。なるほどね。やっぱリンボーとか、インサイドと似たような感じかな。こ
これ以上は行かない。ああ、これ？ん？え？ああ、あれを足場にして植物のこのツタをね、掴んで登れるんですね。夜になったのかな、これ。結構色鮮やかな感じですよね。おっとっと、え、あ、やべ、あ、落ちた、死んだ。これスルッと滑って着地で、この倒れるのを利用して向こうに行くんですね。言葉がね、全然ないですね。ボタンの操作の指示だけで今のところ。よっ、危ない。結構綺麗ですね、グラフィックが。ほんと鮮やかだった感じね、ずっと。綺麗というか、やっぱこの生き物たちの造形なのかな。結構異世界感がある。ん？ ZL、ZR。なるほど、ZR で下がる。ZL で上がる。終わる？え？あー、限界まで下げて、通れるようになると。音楽も結構立体感あるね。音楽てか効果音ですね。生き物がいる。これは Y で掴んで落とすのかな。で、ああ、左に登るんですね。これで登ると。ほい、あ、危ない。よいしょ。ひたすら上を目指す。ぴょんぴょんと飛んでいく。よいしょ。ジャンプする必要ないとこでジャンプしちゃうな。これもとりあえず持っていきましょうか。必要かわからないけど、まあ必要でしょう。どうせ必要なんだよ、こういうのは。いらなかった、あれ。まさか。こうやって、え、こうやるのわかんないな。とりあえずやっちゃいましたけど。え、あ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 、落ちちゃった。わからないけど。これ飛べる？よいしょ。これできるかな？あ、いけるいける。これ大丈夫かな？えい。あぶね。よいしょ。これで待って、ジャンプ。あー。あれどうやっていくんだろう。えい。え、無理じゃない？倒れる前に行くのかな。待たずに。いや、待たないと無理か、これ。いや、無理だね。あ、ギリギリ行けるんだ。ギリギリすぎるわ。限界まで待たないといけないんだね。奥の丸いものが光ってる。上の奥のね。なんだ。あ、 ZR で回転し始めた。縦に回転し始めた。 ZL で逆回転ね。なんだろう、
水平方向に、なんでしょうね、このままではいけない。遠くに見える玉、あ、あれと同じ形にしろってことか。わかりました。わからないな。あ、これでいいのか。やっぱ重ねればいいのか。しまっちゃった。お、惑星の様子がホログラムで。なんだ、なんだろうこれ。どんどん赤くなって侵食していく。消えた。ん？なんだ？なんだ？なんだ？悪そうなやつ。悪そうなやつ。しかも機械だ。生き物じゃない。